アセンブリーよろしく。やっぱりね、バイブの中に言葉を聞くだけじゃなくて聞いて行うものになりなさい。あなた方は聞いてるようで聞いてないじゃないか、見てるようで見てないじゃないか。なぜかというと、お前の心は固くなで、話を聞きながら関係ないことばっかり考えて心の中でうじうじしてるじゃないか。どうでしょう皆さん、そういう状況にいませんか。ねえ、御言葉を聞いて行うものになる。だから有言実行というのが大切ですよね。ジーザスの弟子訓練のスタイルは、自分が言ったことを自分がやってみせてやらせていくっていう。日本の教会に必要なのはやっぱりディサイプルシップなんですよね。ジーザスは現場で人を育てていったわけです。現場で自分が語った言葉を自分がやってみせる。そりゃそうでしょ。光はあれという言葉が全宇宙を作って、そしてその結果この土から神の似姿に形取られて、息吹与えられて命あるものとなった私たちのところに、言葉が人となって受肉してこの地上に来てくださった。だから言葉はジーザスそのもの、そしてジーザスはその言葉を生きて表現したわけですよね。だから言うは易く、行うはがたし。口先だけの神はあなたを愛していると言っても、一般的な人はお前の言ってる神は愛はわかるけど、お前見てるとわからねえよって。なんでだろう、なんでだろう、なんでなんでだろう。どっかのね、コメディアンの歌じゃないけど、やっぱり言ってることとやってることが一つになった時に説得力があるってことですよ。俺たちは聖書の言葉を聞いてるけど、こっからここになってないか、それを心に留めて、お前の体に筋肉に染み込ませ、おしっことなって出てくるかって。そんなこと書いてないけど俺は言いたいね。結局今そこが問われてるわけですよね。そしてこの言葉が人となって、この地上に、朝も言ったように一粒麦が地に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶってねえ。ですからこの言葉が人となって、十字架の言葉は滅びる者にとって愚かでも、救いを受け入れる者には神の力です、ね、罪を許す力です。本当の愛を表す力です。死に打ち勝つ力です。イースターはそのためにあるわけでしょ、ね、主は今ここにいるんだよ。蘇った主は私たちのうちにいるんだよ。そのよみがえった主とあなたは日々生活しているの、ね、え自分の心の中に闇がやってくるときによみがえった世の光なる方はいるの。その光は闇の中でも、ね、闇に打ち勝つ光なの。死のそれを体験しているときに、死のそれからあなたを解放する永遠の命、よみがえりの命なの。主は生きておられる。歌いましょうか。主は今生きておられる。我がうちにおられる。信仰を持って心からここにいます。主は今生きておられる。我がうちに、我がうち
ちにそうですいますおられるすべては主の御手にあり今日も生きよう今日も生きよう主がおられるアーメンハレルヤ主を感謝しますやばいぜベイベーアーサーも歌うようになったぜベイベーよみがえりの主が歌わせてくれてるわねえもう最近結構歌うようになっちゃったね、うん、やばいよねいつの間にか賛美強引に入れて特別賛美俺だみたいな感じになっちゃってでもね小坂忠がね、1年ちょっと前に亡くなって、そして僕は十字架行進して歩いてたんですよねでもう前から小坂忠と会いながら俺が死んだ時はお前が葬儀するんだぞノンクリスチャンの友達いっぱいいるからそこでジーゼスのことを語ってくれってね。ねで俺が死んだら忠さんよろしく俺の時に歌ってねメッセージしてって頼んであるわけ、うん、ああさ俺の時はお前メッセージして絶対歌うよな歌うなよって言われてるわけさ俺ジェリコで司会やってねそして忠さんが歌ってもうその司会やりながら飛び跳ねててそして集会の最後に僕はメッセージでメッセンジャーに出てたんだけど司会もコウさんの中に頼まれてジェリコなんか、ね、日本でかつてなかった1万人の集会とかをやるようになって1万人集まって賛美の集会をもう朝から、ね、晩までやってたっていうね日本の歴史の中でこういうことはかつてなかったみたいなで俺たちは幻を語る会というのを設けてビジョン分かち合う朝今年お前何したいの俺ロボデンドやりたいんだよって新宿のアルタの前でジーザスは君を愛してるって叫びたいんだってねそれが僕の幻だったわけですねで僕はロボデンドをし始めたわけですねそれが10年続いて47都道府県もあってもう各地の中心地でロボデンドをするようになって山手線一つの駅でやるようになってなんと富士山頂まで白いスーツ赤いチーフ赤いネクタイ持っていってわざわざトイレで着替えてる時に俺相当バカだと思いながらキリストのバカになる決心してようやく出ていこうと思ったら金縛り状態になって理性が働いてお前本当にここでやんのかってねダブルのスーツ持ってくるやつなんて頂上でいないよみんな登山服だぜってでわざわざ赤いチーフ入れてネクタイ入れてケンタッキーフライドチキンカーナルサンダルズみたいな格好してね、弱く出て行って浅間神社あそこ神社の山なんだよね浅間神社をバックにしながら3776メートルのモニュメントを横にしみんなここがゴールでここに向かってるところを俺占領してそこでチッチーカチッチーカ我が救いアメーなんて歌ってたわけですよでも急に苦しくなってなんでこんなに息が苦しいんだ酸素はないんだと思ったわけ神をもっと酸素って言いながらそしたらその音を聞いて神主が和風の白い衣で出てきたわけですねで俺振り向いてその浅間神社に宣言するあなたもジーザスに愛されてポカーンとしてるわけです神主がで登山者みんな登ってくるわけで一度は日本人富士山頂に登って3776メートルのモニュメントの子で記念写真撮りたい俺は十字架そこに立ててモニュメントより十字架の方が高いカッターなんてやってたわけですよねそしてみんな登ってきてフラフラしてるで俺はそこで白い鈴で全て疲れているもの重に寄っているものあなたのリックサックは重たいけどあなたの心の罪はもっと重いしかしイエスはあなたの罪を軽くすために十字架にかかったんですよゴールおめでとうおばあちゃんヒーみたいな感じでもう一番疲れてる時に打ち込むのが一番いいで記念写真とそしたらきっとねおばあちゃんたちね後に私たちがフラフラで会った時に富士山頂登った時に白い衣を着た人が現れて神を愛だと言ったあれは天使かななんていまだに言ってるかもわかんないでももうそういう普通やらないやつのスタイルでやったわけですよねそして47都道府県で路傍伝道をやって、その後今度は十字架以外に誇りとすべきあってあのあ誇りとすべきものはあってはならないってこの十字架が誇りなんだということで
もう一番単純なのは教会に人が来ないなら教会の十字架もぎって取って歩こうってね、あれを引きずって3メートルの十字架、重さ40キロ、雨に濡れたら60キロ、神よ雨降りませんように祈ったら雨ばっかり降って、もう絶対アーメンは言わない、ハレルヤだけにしようとか、なんかわけわかんないこと言いながら、でもあれ担いで宗谷岬にたどり着いてね、半年近く歩いてたどり着いた、こんな小さくなってるからならないってね、今なると思ったの、フェイントかけただけだよ。自転車屋さんにタイヤつけてもらって、それ担いで歩いたら道端の人が、え、キリストの十字架ってタイヤついてんだよ、そこ見るなよって。メジャーな十字架見ろよ、プラスの愛を見ろよってね。そのタイヤうんこって、うんこなんかどうでもいいだろうって。俺分かった、人間ってプラスの十字架見ないでマイナーなうんこついたタイヤの方に人の目が行くっていうのが。でもそうやって十字架担いで歩いたり、それから今度バイクにまたがって飛び回って、でもその間に十字架担いだらいろんな暴力団が集まってミッションバラバができて、それが映画化されて、そしてそいつたちも牧師になって、今度はバイクにまたがったらいろんなバイクの暴走族なんかが入ってきて、薬物依存症者たちも入ってきて、そこでジーズ信じて変えられていくっていう連鎖が起こっていく。だから何をしても深みにこぎ出す伝道は、浅瀬での釣りは小さな魚しか取れないけど、深みに出ていくとカジキマグロは取れるわ、クジラは釣れるわ、ヤクザは釣れるわ、芋釣り状態で、ね、だから俺は深みに出ていくっていう伝道なんですよ。そして網を下ろせ、ペテロは一晩中やってね、一匹も取れなかった、これプロの漁師としてはね、切ないですよ、俺の腕鈍ったかなってね。そしたらもう網洗いながら自分の敗北を体験してたら、ジーザスがお前の船に乗るからお前も乗れって言って網も入れて乗ったわけです、群衆に話すために。終わってからジーザスがペテロを深みにこぎ出して網を下ろせって言って、ジーザスねえ、俺はプロの漁師だぜ、あんた大工だろ、漁のこと分かってんのか、俺一晩中釣りに出て取りに行ったけど一匹も取れなかったんだよって、もうこの時間は魚なんていないんだ、俺のプロの観点からすると。でもあんたがそう言うなら俺はいないよと思うよって。でもあんたうちの母親の熱をうなされている時に癒して下げてくれたから恩義を感じるから、俺もちょっとした義理と人情の中で生きてる人間だから、あんたの言うことを嫌だという思いを押し切って、それなら下ろしましょうよって、いやいやながら下ろしたら、魚の方はやる気満々でバーン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 入って、2艘の船が沈みそうになって網まで破れそうになったってわけさ。でそこでね、彼はひれ伏して自分の罪をお許しくださいって悔い改めるわけですよね。そういう出来事だった。深みにこぎ出して網を下ろせってね。で今その言葉を思い出す時に、網って英語でネットだけど、ネットを下ろせと言ってんだと。このコロナの時代に教会自粛している場合じゃない、緊急事態宣言の上に大宣教命令があることを忘れるなと。だからその緊急事態宣言の最中、十字架担いでノンマスクでこの沖縄の端から北海道の宗谷岬まで歩いた、88日歩いた中でなんと66名がジーゼスを信じて洗礼を受けた。ねえ、ネットを下ろせ、 YouTube を下ろせ、そしてどんどんメッセージを送ったら、一般的な人がコロナ禍で、ね、収縮している彼らがそのメッセージ聞いて信じたいっていうようになった。あるやつが俺のところに来て、ねえ、なんでお前一緒に歩きに来たんだ、いやアーサー先生を YouTube で見て、来ましたね。でお前その俺のところに来るきっかけは何だって、いや実を言うと、あるちょうど1年ぐらい前に寝てて、ちょうどお正月初夢見たいと思ったら、僕は教会とか一切聖書なんて読んだことがないんだけど、そこにイエスが現れた。あ、また頭のおかしいやつが来たと思ったわけですね。もうこういうやついるよな、教会の中でも。なんか霊的なこと話すんだけど日常的なこと一回もやらないやつとかね、もうほとんど精神病院患者が霊的に満たされていて、霊的優越感の中でその裁くやつって結構教会にいるじゃないですか。なんかもう夢で、
あの主が私に語ったってなんかお前だけ特別なのか、俺は語られたことねえのにみたいな、なんかマウント取ってくるようなやつ、俺がひねくれてるのか分かんないけどいるんだよそういうやつが。そういうやつと同じだと俺一瞬思ったわけ。でも教会に行ってないからそういうやつじゃないっていうのは分かるんだけど、んで彼が夢の中でイエスが出てきて、私が誠の神だ、だからこれから聖書を読めってね言われたっていうわけ。でも僕は嫌ですってイエスと喧嘩したってわけ。ちょっと待てお前イエスと喧嘩したの？俺までやってないよまだって。お前や喧嘩したの？聖書読みたくなんかありません、なんで読まなくちゃいけないんですかって文句言ったっていうわけ。すげえお前文句言ったんだって。でも終わってからなんかそれがあまりにもリアルだから聖書を見せて3ヶ月全部読んだって言うんですよ。そしてあのイエスが自分の罪のために十字架にかかって死んで蘇ったっていうのがもう納得したって。なぜかというと蘇ったイエスが夢の中で現れちゃってるから、ね、パウロがダマスコの途上で現れたように、ね、当時の弟子たちはイエスと一緒に飲食を共にしイエスの奇跡を見てイエスの言葉を聞いたわけですよね。そしてみんなイエスを裏切って十字架に貼り付けられて蘇ったイエスが12人にある時は40人に500人に蘇った自らの姿を表したわけですね。だから初代教会っていうのはどうやって教会が形成されたかというと、蘇られたイエスを俺らはこの目で見たっていうその証人たちが中心になってイエスは蘇ったというのを全世界に伝えて教会がバンバン出ていったんです。だからジーズが俺の罪のために死んだだけじゃなくて死んで葬られ3日目によみがえ、真っ先にマグダラのマリアに天使がよみがえられたことを伝え、ペテロに伝え、そして12ある時は40人500人にイエスは現れたっていうその体験に基づいて教会が始まったんです。だから教会はイエスは今も生きてよみがえられて私たちと共に聖霊と共に我がうちにいるんだというのが信仰なんです。パウロはイエスを見たこともなければイエスの弟子たちと同じじゃなかった。だから初代教会のメンバーからすればこいつはただのパリサイ人で聖書の言葉をよく知ってて、しかもよみがえったイエスを明かしていたちを捕らえては牢獄に入れ、あのステパの大先生を迫害して殺した一員だって、ね、みんなビビってたけど当時パウロになる前は名前がサウロだったわけですよ。彼は迫害の意に燃えてそしてクリスチャンを退治するためにダマスコの土壌を旅してたら光が彼を巡り照らし、まあ、放蕩息子を抱きしめる父親のようにこの光は突き刺して彼を殺すこともできたけど包んで抱きしめてサウロサウロなぜお前は俺を迫害するのかって語ったわけです。クリスチャンを迫害するというのは俺を迫害するんだよって。そしてそのイエスを通して全く見えなくなってガイロの家で3日間祈ってアナニアが神に導かれて彼に祈った時に目から鱗という、あの日本人も使う言葉はあれパウロが体験し、そこから全くパウロ変えられて、そして彼はアラビアやタルソで11年過ごしながら献身者としてあのイエスに、蘇ったイエスに幻を通して出会うわけです。そして彼は異邦人伝道をするわけです。だからペテロたちとは違う、ペテロたちはもろこの目でイエスをね、この蘇ったイエスを体験したけど、このパウロは幻を通して蘇ったイエスを体験するわけで、イエスは今も聖霊を通して人々の心に働いて私がいるんだということを実証するわけ。面白いことにある時十字架を担いで歩いてたの。で僕らいつも朝一番で祈るわけです。神様今日あなたを求めている人と出会えるように、そして求めている人が今日救われますようにと祈るわけですね。信仰による祈りは病む人を回復させるため。
そして7時に歩き始めた。そしたら7時15分にある女の子が海を見つめてる日本海、島根県 のこの波の音が聞こえる、誰もいないけど自然界が綺麗で風が結構強いところ、女の子はパーキング場からずっと海を見つめてる。そしたら俺は歩きながら、あの人は何か思いにふけってて自然界を見てるよな、そう思ったわけですね。そしたらそういえば俺もあの23歳の時に格闘技三昧、僕の柔道の恩師は岡野勲、東京オリンピックの金メダリスト、昭和の姿三四郎、柔道界で岡野勲を知らない者はいない、この岡野先生の俺は弟子にしてもらって天理大学に行こうと思ったけど、そこに行ったら潰されるから俺のところに来いと、アメリカ の高校選抜チームの一員として選ばれて日本中親善試合をしている時に、講道館で練習を岡野先生とした時、僕は12歳の時にドキュメンタリーテレビで岡野先生がオリンピック金メダルを取るのを見た。そして練習している姿を見て、俺も柔道でオリンピックに行きたいと、ね、心の中で直感的に思って柔道に励むようになった。千の稽古を担当に万の稽古を練という、そういう中でオリンピックに出たアメリカ代表選手の中量級のこのエアフォースの米軍の基地にいるポール・マリアマというやつたちもオリンピックで見た。その人と練習するようになって、その人を投げ飛ばすようになった。その人が日本に強いアメリカ人がいるって言って高校選抜のチームに抜擢された。その後に岡野先生と講道館で会って練習して、岡野先生の汗が僕の手に流れても手を洗わないみたいな、もうヒーローの中のヒーロー、逆に言ったら俺にとっては神のような存在だったわけですよ。この先生が俺と一緒に生活してお前を強くするって言って、もうオリンピック候補選手たちがみんな集まって、後にみんな金メダルをオリンピックで取ったり、また世界大会で優勝したり、そういう人たちと一緒に釜の飯を食いながら合宿生活、朝は起床、ね、5時に起きてトレーニング、終わったら警視庁に行ってトレーニング、ね、その合間に学校に通って学校の勉強が終わったら今度は大学でトレーニング、練習終わったらみんなが帰ってもそこで打ち込みを1000回やったり、もうそういう訓練をしてきて、手抜いてたら岡野先生が朝手抜くなって言われながらコーチングされながら育ったわけですよ。最初は自分が作り上げた形が潰され、そして新たな形を作り上げられるっていう作業が働くわけです。自分の凝り固まった、これが強い柔道だと思ったものがいろんな相手とやると通用しないことをまず、ね、対峙しながら、俺は強いと思ってたけど弱いんだから始まって、そこから本当にお前強くなりたいのかっていう思いを起こされ、続けるか続けないか、夜逃げしてやめるかっていう、世界チャンピオンでも逃げていくような、もうそのライオンの檻のような場所だったわけです。そこにウィルハム・ルスカというアントニヌクとプロレスタッグマッチした人が俺のルーメイトだったわけです。ルスカは世界チャンピオンだった、そしてオリンピックチャンピオンになりたい。その頃は日本の柔道界はダボー・ルスカだったわけです。絶対に外国人に負けない柔道をやらなくちゃいけないというのが日本の組織合体してあったのに、岡野先生はこのオランダのルスカを弟子として受け入れ、現役やめてんのに前に飛ばし後ろに飛ばし右左に飛ばして、現役じゃない人が現役の世界チャンピオンを投げつける、それぐらい岡野先生ってすごかったわけですよ。そして僕はアメリカに行って全米の選手権に参加して、そしてサンボレスリングで2回アメリカで優勝して柔道で全米3位になれた。でもオリンピックには行けなかったけど、もう結局才能はないけど努力することを教えられた。手抜くことをするなと、練習は嘘をつかないから練習をみっちりやれと、いろんなタイプと練習しろと、やりやすいやつだけじゃなくてやりにくいやつ、もうそういう訓練が全部後牧師になった時に生きるための訓練だった。進学校でも学べない強烈な学びを柔道の中で学ばされて、そしてアメリカで、ね、才能はなかったけど努力したゆえに全米で3歩で2回優勝して世界選手権に選ばれたでしょ。
やっぱ勝負って勝ち負けだから、負けたら悔しい、負けるためにやるやつなんていない、勝つためにやる。そして勝つためにはいかに弱い部分を潰していって強くなるかという作業をさせられるわけさ、ね、でそしてそういう中にあってやっぱり負けるときは悔しいから一人になりたい。みんなの慰めなんて俺が弱いって言ってることと同じことだから、結局一人になりたくないアーサーが一人にならざるを得ない。一人になる能力は愛する能力の前提であるってエイディ・ヒー・フロムは言ってるけど、ハンティントンビーチの浜辺に行って、そして浜辺に座って考えにふける。忙しいとは心をなくす、忙しさの中で自分を見失っている俺が静まって自然の音色に耳を傾けた、ね、ジャーシャー、太陽が水平の体に沈んでいる、潮風が肌に触れる、カモメが鳴いている、なんだこれはって、この自然界に浸ってるとこのエネルギーはどこから来るんだ。その時に俺はおじいちゃんおばあちゃんによって育てられた。親父はアメリカ人、母親は日本人。今日も朝言ったように、俺アメリカ人なのか日本人なのか、キャベジなのか人参なのか分からん、笑うところだよってね、分かんない。自分のアイデンティティクライシスがあった。でも預けられておばあちゃんに育てられた、おばあちゃんおじいちゃん、ね、大阪市西成区鶴橋通り8丁目5番地、まあ草加の皆さんに言ったって分かんないけど、何はのブルックリン、聖書的に言うとヤクザのエルサレム、親の言うこと聞かない賜物を持った人たちがいっぱいいて、ポン中アル中ヤク中ヤクザの支部がいっぱい、もうまさに暴力団のメッカエルサレム、そこで育ったわけですよね。それも進学校に行かない、でも進学校以上の訓練を受けたわけですよ。そこでそしたらいろんなお客さんがそこに来る。実を言うとおじいちゃんおばあちゃん熱心の創価学会の信者だった。そして学会員が集まって、そして奥の部屋に100人近く集まって、その仏壇めがいて生放映な、あ息できへんやんけみたいな感じで一生懸命拝んでる、ね、おばあちゃんにある時連れて行かれて、総合学会の集会に連れて行かれた。200人ぐらいみんな、ね、一生懸命権行唱えてる。前の方で丸坊主のお坊さんが白い衣着て、はいやはいやポンはいやチンはいやポンってやってるわけですよ。おばあちゃんが正幸、日本名が岡田正幸、ややこしいんだけど、岡田正美とは何の関係もない、最近岡田正美って言っても若者全然わからない、ね、俺の年齢の人しかわからない、そんなこと詳しく説明しないけど、ね、まあちゃんあそこに行って信じまして言うといてな、なんでやねん、おもちゃ買うて酒井行っといて、おもちゃ買うてくれるという、行ってくるわって言って、そこで信じたって町のやつって言って買収、あっという間に、ね、おもちゃでされて、信じたよおばあちゃんって言ったら、おもちゃの代わりに何くれたかって、ジュースくれました。なんやこれって、これ持って仏壇めがけていいのに、ちょっと待っておばあちゃん、仏壇ちっこいで、神さんこんなちっこいところにおんの、俺見てるだけでちっこなってまうやんけ、理屈言うな祈れ、そやけどこれ仏壇くらいで俺まで暗なってまうやんけ、祈れって言うわけさ。でもミッションスクールに通わされるわけ、複雑だよね。アメリカ人日本人のアイデンティティもまだ確立されてないのに、今度は和風と洋風の宗教が入ってくるわけで、学校に行くとヒステリックなシスターがみんなマリア様に憧れて、マリア様のようなベールを着てるけど白じゃなくて紺とか黒、そして白い前掛けにこの十字架が振り子のようにブランブランぶら下がって、そしてみんなマリア様に憧れてるけどみんな鬼ババみたいな人ばかり悪いことしたら倉庫に監禁され引っ張たかられる、結婚しないとこんなにヒステリックになるんだな女はと思いながら、全然神は愛だって言いながら愛感じねえよお前からね、クソババアめみたいな感じだったわけですよね。で創価学会の学会はみんな熱心に乗ってね、もう信仰深いんだけど、終わったら人の悪口言い放題で、ね、お子供の頃聞いててなんだろうこれはってね、神様信じてる割には人の批判とか悪口言いながら喧嘩外でやってたり、ね、おじいちゃんのこの聖典創価学会の経典なのか、ジッパーに秘められているこの中にある宝って一体何なのか、子供だから好奇心持って開けたらそこにポルノの写真が入ってて、同じ性でも全然違う性じゃんみたいな、でだからそういうところで俺宗教の矛盾を体験したわけ。宗教の人たちってみんな偽善者だと、建前神だと言ってるけど全然行動で表さないやつらだと。だから俺はその時に宗教のその嫌なものっていうものを子供心に見ながら、ね、その宗教の人たち
の姿、言ってることとやってることを見て、カトリックも同じだったわけですよ。そういうのを見ながら非常に、ね、神は俺だって言い始めちゃったわけですね。でもその前にある時東京で弟と夜テレビ番組見てたら、これはあの1956年の作品なんだけど、いろんな賞を取った作品なんだけど、子役が役がうまくて、それってマルセリーノ・バンビーニョっていうパンとワインという映画だったわけですよ。それが一般的な映画としてテレビで見せられてたんですよね、ヨーガタイムで。そしてそれ見たら、その音楽も響きがいいんだけど、ストーリーはどういうことかというと、その子供が親に捨てられて、捨て子としてその修道僧の修道院の前にカゴの中に入れて置かれていったわけです。修道僧たちがそれを見た時、どうしようって言って、俺たちが育てようって、この12の修道院たちが子供を育てていく映画なんですよ。でこの子供はやっちゃいけないことをする、いたずらばかりする子供だったわけですよね。でも子供はやっぱり母親がいないっていう、ね、捨てられたっていう寂しさがあるわけですよね。母親死んでもういないわけなんだけど、でも修道僧たちに、仏教だけど子育てなんか分かんない彼らが彼らなりに育てていくわけ、ね、そしてお前いろんな遊びやっていいけど、あの上 の、ね、その倉庫に入るなよってこう言われてるわけ。でも入るなよって言ったら入りたくなるのが子供じゃないですか。そしたら彼はある時入っちゃいけないところに入っていったわけですね。いろんな置物が置いてあるんだけど、古い十字架にキリストがかかってうなだれてるやつが置いてあったわけですよ。それをマルセリーノは見て、あ、この人寒そうで風邪ひくかもわかんないって言って、毛布を持ってきて着せようとするわけですよ。こんなに痩せててって言って、ね、きっと何も食べてないんだって言って、自分のパンとかスープを持っていくわけですよ。ね、神父たちのワインも持っていくわけですよね。そしたら神父たちが、あれおかしいな、何か足りないよいつもって言って、あれバンビーノ、マルセリーノがやってんじゃねえかって言って、そして面白いことに、その映画のシーンでその十字架にかかってる、うなられてるイエスが、釘打たれてるイエスがそこから手を取ってそのパンを手にするんですよね。まあ神秘的な映画なんだけど、そしてある時2人で会話するようになって、このマルセリーノが、ね、ジーザスが、お前私に何をしてほしいんだって言ったら、お母さんのところに行きたいって言うわけ。そうかって言って、でその間神父たちは何が起きてんだって、何かが起きてるはずだって、1人2人見に来てるわけで、ちょうどこのシーンを見るわけですよ。そしたら、じゃあ私と一緒に天国に行こうって言って、その十字架から降りてきて2人がいなくなるっていう、そして十字架にもうイエスは張り付いてないっていう映画なんだけど、子供の頃見た時にすっげえ衝撃をくれたわけ、すっげえと思ったわけ。カトリックの神父が説明してくれなかったことを映画が説明してくれたって。でもそれでもジーザスは分からないような、ジーザスってなんかすげえそういう優しい人なんだっていうのがあるわけ。そして落ち込んで俺がその浜辺で思いにふけった時に、おじいちゃんおばあちゃんは創価学会、アメリカのおじいちゃんおばあちゃんはモルモン教、いろんな宗教の人は神や仏やいろんなことを言ってくれたけど、俺はなんかしっくりこない。しかしこの自然界が醸し出すエネルギーはすげえ何か感じる。この背後に何かいるんじゃないだろうか。朝も言ったようにロマ書パウロが、ね、神の見えない本性、すなわち永遠の力と神性は世界が作られた時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、私たちには弁解の余地がない。自然界があるということは、神が無から有をもたらし、混沌とした闇に光を当てていったら、この宇宙ができ、銀河系ができ、惑星ができ、地球ができ、そしてこの地球の自然界ができ、そして植物が芽生え始め、魚が生まれ始め、香りが放たれ、鳥のさえずりが始まって、結局神が作ったゴスペルの音色が鳴り響いて、音楽とは音を楽しむ、結局音楽の原点は、ね、自然界から来ている。ほとんど世界で作られる宗教の原点は自然界から来ている。そして日本の先人鴨の長明しかり、
夏目漱石しかり、みんなシャバで苦しんだら自然界に出向いていって、自然と向き合い、己と向き合い、自然の向こうにある畏敬の念を感じながら、優しい心が与えられ、そしてシャバに出て、その思いを人にリスペクトとして尊厳として表していく、そういう日本の先人鴨野長明しかり、夏目漱石しかり、しかも夏目漱石の晩年は4つの漢字 の、 あの言葉でまとめられるけど、即天虚子、どういう字かというと、即天の法則に身を委ねて、この小さな私を去って、この天の法則に委ねて、身を委ねて生きるという悟りの極地に近い言葉を漱石は体験しているわけですね。みんな自然界、鴨野長明も、また夏目漱石も、ね、そしてアントワヌ・サントグジュペリも、僕は表現者だからやっぱり表現力というものにすごく魅力を感じるわけです。僕もメッセージを表現しているわけですね。今日僕別にメッセージを作って語ってないんです。降りてくる感性で、心の中にある、今皆さんの顔を見てると、皆さんの心の状況が顔に現れるんですよ。目つきに現れるんですよ。あなたの心の状況が存在感に漂うんです。だって俺たちキリストの香りを放つものでしょ。キリストの香りを放ってるのか、肉の思いを放ってるのかっていうのは、だいたい教会に行ったらまず空気感を読むということが聖職者に求められるんですよ、ね、そして読みながら、ね、聖霊がどう働いているか、そして自分のその心を感じるもの、求めをそうすれば与えられる、叩けそうすれば開かれる、そうすればそう、ね、探せすれば見つける、求めているエネルギーが出てるか、信仰のエネルギーが出てるか、信仰がなければ神を喜ばすことはできない、神に近づくもの、神がおられることと、神を求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないんです。義人は信仰によって生きる。信仰の創始者、完成者から目を離さないでいなさい。私たちはキリストと共に十字架につけられ、もはや私たちが生きているのはない、イエス・キリストが私たちのうちに生きているのです。そして今言っているのは、私たちを愛し、私たちのために命を捨てになった神の御子イエス・キリストを信じる信仰によるのです。そういう信仰の温度があるかないかって、ね、40年間やってれば、重度も極めていったら、もうそいつの体見るだけで、こいつは内股だな、こいつはお外刈りだなっていうのが見えてくる。長年クリスチャンやって、自分が極めようとする領域を絶えずチャレンジしてたら、こいつ本気でやってんのかやってないのか分かる。口先だけかだけじゃないか、口は達者だけど実践が伴わない。柔道は口が達者ではダメ、男は黙って札幌ビールってね、わけわかんないけど、男は肩で見せる、口で戦うんじゃないね、もう沈黙なんか戦って、お前の心にある言葉を表せっていうのが勝負の世界だから、そういうところで生きてると、やっぱり表現っていうものをすごく大切だと思うわけ。どうお前の存在感を通して漂うのか、真理が熱で伝わるのか、ね、言葉に言霊を乗せれるのか、その言葉には神の御言葉の宇宙の深さがあるのかっていうのはやっぱり問われるわけですよ。何でもかんでも喋ればいいって、喋った後喋りすぎたなと思ったりすることだってあるわけで、このようなアーサーだってね。でもそういうのやってると、例えば夏目漱石なんか、グビ人相の中で美しい女性を花に立てるときに、くれないよ弥生に包むひる竹田なるに、春を抜きんずる紫の苔一点を、雨土の眠れの中に鮮やかにしたたらしたるかごとき女で、何言ってるかさっぱりわかんない。でもサウンドがいいんだよな、歌も言葉のセリフは分かんないけど、サウンドから入るんだよ。ってことは、言葉もサウンドなんだよな。だから、そのサウンド、音色を響かせるような表現家って、これ永遠のテーマだけど、俺そこでボットカットしてるわけ、いまだに。で、漱石は美しい女性が紫の衣を着てるのを見て、紫の花を見ながら、太陽が沈んでいって、その太陽の光がその紫の花に映ってるのを、
美しい女性に例えて紅を弥生に包む昼竹なるに春を抜きんずる紫の苔一点を雨土の眠れる中に鮮やかにしたたらしだるがごとき女で言ってることは分かんないけどサウンドがいいんだよ。サウンドが入るんだよ、うん、だからこの表現力の素晴らしさというのは観察力の鋭さだっていうことが分かる。相当観察してるからあんだけ表現できるんだ。俺たちはどれだけ観察力を養ってんの。俺はあのハンティントンビーチだった時に観察力が芽生えたんですよ。この自然の背後に何かエネルギーがある、何か本質的なものがいる。ネイティブアメリカンはグレートスピリットだという、浄土宗は他力だという、言うに言われないあるものだと芸術家は言う。何なんだろう。神様いるんですか。創価学会、モルモン、いろんな宗教の人たちが俺に言うけど、なんか納得できません。いるなら証明してくださいって言ったら、1週間のうちに岡野先生、電話したことない岡野先生から電話、ああさ、モントリオリンピックの監督に選ばれて選手たち金メダル取って国に帰ったんだけど、俺の女房が白人で今サンディエゴ来てからお前遊びに来いって、1週間も経たないうちに岡野先生が電話って、行くわけですよ。行ったら、うちの親父は、義理の親父は牧師だから、明日教会だから一緒に来いって、岡野先生に嫌ですなんて言ったことないし、全く服従だから、クリスチャンじゃない岡野先生が俺を、律儀な人で義理のお父さんの話をお前も聞けって連れて行かれて、牧師が聖書の話で何言ってるかさっぱり分かんない。小学校の時、ホーランド君はいつもキョロキョロして落ち着きがないと通信簿に書かれていてるから、俺落ち着きがない人間だから、じっと人の話なんて聞けねえんだよ。なのに皆さんじっと俺の話を聞いてくれるから、これが奇跡だとは思うけど、ね、でも結局何言ってるかさっぱり分かんなくて、あくびして終わっちゃったら、研究ボロが回ってきて、え、お金もらえるんだと思って手突っ込んだわけですよ。岡野先生、バカ、入れるんだって言って、ほら20ドル入れとけって言って、お賽銭箱に入れるのに入れたのが俺の初めての教会 の献金だったわけ。その後に交わり会が持たれるって、どういう交わり会なの。俺には乱行パーティーのイメージしかなかったわけですよ。でそこでおじいちゃんおばあちゃんたちが集まってジュース飲みながらドーナツ食べる、だから糖尿病になるんだなと思ったよ。でもみんな和気わいわいで、みんなおじいちゃんおばあちゃん明日にでもコルリと行きそうな、もうそういうしわくちゃなおばあちゃんたちだったわけですよ。もうナスの漬物が歩いてるぜベイベイ、でもナスの漬物ってお茶漬けで食うとうまい、あなた方は地の塩です、世の光、まさにそうだったんだよね。もう目が輝いてる、俺ガン漬けの世界にいたから強い弱い大体見分けることができて、もう中央線の中で高校生の頃ガン漬けの練習してたから、そいつたちの目見たらガン漬けの世界に乗り越えた、心に満ちてもらい、心に、ね、目に現れてる、目は心の窓口だって言うけど、朝よく来たねって言うわけ。なんて格好で教会に来たじゃない。しかもその教会が建物の教会じゃなくて、バーを一時的にあのシャッフルボードとかビア、ね、ウイスキーって書いてある俺にぴったりの教会だったわけですよ。そこを借りてメッセージしたから入りやすかった、うん、しかもおばあちゃんたちは優しかったからすごく和んだ。でもこの人たち明日にも死にそうなのに、俺はまだ20代でこれから生きていけると死に対しての恐怖があったわけ。死んだらどこに行くか分かんない。ですからついこの前まで蛍光灯ランプ、ベッドのランプつけて寝ないと寝れなかった、アーサー・ホーランドの告白タイムね、お化けが出るかも分からないみたいな、もうそういう恐れで闇が怖かったわけですよね。押し入れられたトラウマもあったりして、でもこのおじいちゃんおばあちゃんたちは死に対しての恐怖が一切ない。見ててわかる、今喜んでる、年取ってることを悲しんでない。そうすると1週間見た前見たあの自然界のこの背後に何かがある点と、この人たちの中に何かがある点、イエス・キリストがそうさせてんだ。イエス・キリストになると、俺ミッションスクールに14年間行った、2年間落第したから、イエス・キリストになるとマルセリーノとあのイエスのつながりで、あの神秘的な映画見た、いつもベンハーの映画見るときにあの後ろ姿のジーザス、なんかすげえ憂いと愛おしさを感じる。でこのジーザスというのが分かんなかった。そしてこの自然界見たら神がいいなら知りたいって
祈った1週間も経たないうちにクリスチャンじゃない俺が神だと思った柔道の恩師が俺を誘って教会に連れて行って、そしてその結果牧師先生にどうしてキリストは十字架で死んだんですかって聞いた。アーサーは愛されているよ、神は人を愛しているんだ、でもその愛が体験できないのは人間に罪があるからだよ。罪とは神から離れて生きること、ブレて生きること、愛から離れること、命から離れること、真理はお前を自由にするとおっしゃる方から離れるから人間は不自由を体験し、命から離れるから形の中で死の恐れ不安無力を体験する、愛から離れるから愛を求めて特会引っかいの愛を体験するけど全部すっぽ抜ける無償の愛がないからね。え、罪というのは的外れ、結局罪の生き立つところは闇カオス死、そして死の恐れを持って解決の糸口がない。でもイエス・キリストはアーサーの罪のために、世界の人々の罪のために死なれ葬られ蘇って、今アーサーの心の扉を叩いてるよ。今日がアーサーの救いの日だ、恵みの日だ。俺は信仰心とかなかった。でも不思議なことに1週間前俺の直感が働き始めた。意識が芽生えた。見えるものの背後に見えない何かがある。それが俺の信仰の芽生えだった。いるなら証明してくださいって求めよう。そうすれば与えられるという世界にギア入れた聖書の言葉は知らないけど、叩いたら開かれ、探したら見つける。いるなら証明してください、俺分かんねえんですよって、宗教って分かんねえんですよ。求めたら俺が神だと思ってた師匠岡野先生からの電話で来いって言って、一緒に教会来いって言って従って行った時にジーザスのことを義理のお父さんから紹介され、これだって、このことのために俺は今いるんだってのが全部もう宗教のそのいろんな形を吹っ飛んで、このイエスなんだっていう、ジーザスを信じることが俺にとって救いなんだ、死の恐れから解放されるんだって、そこでイエス様あなたをここの中に迎えます、あなたを信じます、アーメン。そしたら僕先生がホーランド君素晴らしい、今から洗礼式です、その日に洗礼式、鉄は熱いうちに打て、アーサーにとって教会の洗礼準備会コースは無理、じっとしてない、ね、準備会コースのところで逃げる、教会も勉強かよって、あんだけ勉強嫌いなやつがまた教会に行って勉強させられるってのは耐えられない、ね、体育系で投げ飛ばされ体で覚えるタイプ、信仰も理屈じゃなくて体験する、知るということは体験することだから、ね、イエス様を信じてこの牧師今から洗礼式です、この牧師ももうこいつ全てここパッケージでやってこないとと思ったんだろうね。そして浜辺までおじいちゃんおばあちゃん足を引きずりながら勇をなき我を歌ってた。そしたら先生が素晴らしい音色だなって嘘つけ音痴じゃんと思ったわけですね、自分棚にあげて。そしてそこで洗礼式で岡野先生はそれを見守ってくれてミッションベイで洗礼を受けて、ね、上がってきた時に岡野先生がアーサーおめでとうって柔道着プレゼントしてくれた。俺が地上で神としていた人から本当の師匠としなくちゃいけない魂の師匠との出会いとのそこが境目になったわけですよ。でも面白いことにその武士道を極めて生きている人っていうのはやっぱりどっか謙虚な領域にいるから、この先生の生き方に影響を受けた俺がこの先生の弟子になったのも全部摂理、柔道というのは柔の道と書くけど、俺初めて聖書を読んでる時にね、柔という字が聖書に出てきたわけですよね。私は柔和でへりくだったものだと、柔和は柔ら、そしてジーザスは道だという、道道柔らの道ってはジーザスなんだと、俺は柔らの道を極めようとしたけど極めてる柔らの道から柔らの道の源をジーザスに出会うっていう、だから俺にとってはあの十字架にかかってよみがえったイエスは見てないけど、そのよみがえったイエスに結局出会わされるわけですよ、ミッションデーで。そこから1年半のうちに俺はもう献身してアメリカのクリスチャンスポーツチーム全米ナンバーワンの AIA というのに
入って、そこで練習するだけじゃなくて、スポーツ選手で神の栄光を表すアスリートになるためでは、ためにはっていうバイブルスタディするわけ。ゴリアテとダビデの戦いを通して何を学べるっていう ね、弱気をくじき、強気をね、その弱気を助け、ね、強気をくじく、重欲豪語せずって大きなものを小さなものがやっつけれる、ね、聖書の言ってることと柔道で言われたことと同じだみたいなところから俺は始まっていくわけだけど、旅しながら車で聖書を一緒に暗記しようって暗記しながら、だから暗記力がそこでできるようになった。そして刑務所に行って証しする、学校に行って証しする、そして対抗試合の中心に司会者を立てて、証し人を立てて、メッセンジャーを立てるというところに俺はいたから、自分のスポーツを用いながら体張って伝道する、刑務所の中でも殺人者とレスリングタッグマッチするとか、そういうところでチームメイトが足を折られるとか、相手の犯罪者の足を折るとか、もうね、すげえ世界の中で俺ら信仰が研ぎ澄まされていったわけですね。でそういうところで首の骨を折って、インターナショナル学生伝道しながら、結局世界のために祈ってたら、お前日本で生まれて育ったんだろう、ね、お前の、ね、このアメリカでやってることはいろんなクリスチャンできるけど、お前が日本でやることは誰でもできないことだぞと。パウロが生きてんなら必ず次の伝道旅行はに日本であるはずだと。で俺は日本に来て、そして最初は形の中でもがき苦しみながら祈っていると、もう朝早く起きて森の中で一人でリバイバリストが祈ってたように祈ったら、精霊がガーン下って、バーン、もう体中火がついて、悔い改めの涙から力得て、死に来られたの前で路傍伝道するようになって、深みにこぎ出した身を下ろせ、こう伝道するようになった。だからあの女の子が海辺を見つめている時に、走馬灯のようにその自分を思い出し、今の自分があるのもあの時自然界を見つめてた彼女も見つめてる、どうぞ彼女がイエス様に出会えるようにと、静かに彼女の後ろを通り過ぎた。そしたら彼女が同時に振り向いて俺に何て言ったかというやつよ。完璧な未信者ですよ、教会に行ったことない人ですよ。振り向いてイースターの意味を教えてくださいって言うんだよ。皆さん歩いてくる人でイースターの意味を教えてくださいって、あなたも来る？これってレアだよ。俺らがイースターの意味を説明しないで、向こうがイースターの意味を教えてくれてくるんだよ。皆さん祈るとすげえよ。神様ってピンポイントで、ね、イエス様が釣りに行って、その釣れた魚からコインを出し税金払えって言ったけど、俺あのことを考えるんだよ。魚はどういう状況だったんだろうって、その御言葉より魚を思っちゃうわけ。魚がある時泳いでて、上から餌のようなコインが降ってきて、餌だと思って飲み込んだ。それから月日経った、だいぶ経った、それでも泳いでる。ある時税金の問題があって、イエスがね、じゃあ税金の金は今釣りに行ったら一匹目に釣れる魚に税金の金があるからって言ってね、そいつ釣りに行ったらもう何千っていう魚の中でコインを飲み込んだ魚がその餌に食いついて上がってくると、俺それ考えるだけで奇跡だなと思う。俺魚ってすげえな、神魚も用いる。だからヨナでクジラ用いたりね、するわけだけど、いろんな動物も神用いるけど、ね、神様ってすげえ、ね、この天地無から言うカオスの状況から秩序をもたらす方が、当然死人のラザロを蘇らすことだって当然できるわけ。まして自らが十字架にかかって死んで蘇るなんてのはもう当たり前のことであり、神にとっては何の不可能なこともなくて、信仰を信じてんなら十字架は信じるけど、よみがえりを信じないっていうクリスチャンのリベラルなやつたちもいるんだよ。どこにパワーが出てくるんだよ、どこに復活のパワーが出てくるんだよ、どっから精霊の流れがやってくるんだよ。それだったら復活の力に満たされたやつらが神に従ってみんな集まって一度祈ったら精霊が下って、彼らは臆病者から大胆な証人になって変えられてリバイバルされたわけですよ。そういう人たちが命がけで福音を伝えて、そいつたちもジーザスと同じように迫害されて、あるものは
逆さ十字にされて命奪われても俺たちのために命張って死んで蘇ってくださったイエスこそ俺たちの魂のロッカーであり師匠の中の師匠であり義理と人情の源で教会の中の教会なんだ。こんなこと言うからアーサーはおかしいって言われるんだけど、教会ってね、極道って極める道って書くわけだけど、でも多くの極道ってね、義理と人情を語るけど結構義理人情ない論語読みの論語知らずのヤクザなんていっぱいいるわけですよ。バラバラやってるから俺言えるわけだけど、みんな口だけのやつらいっぱいいるわけさ。でもジーザスは言ったことを体張って罪のために死なれ葬られ死に打ち勝って蘇ってくださったね。そして今もパウロが幻でこのジーザス見たように今夢の中にジーザス現れる。だって聖書も書いてある、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、すると息子娘は予言する、青年は幻を見、老人は夢を見るとかね。もう聖書を読んでたら夢の中に神現れるとかね、啓示で現れるとかってもうしょっちゅうありますよ。蘇ったイエスは今終わりの時代に教会に来ない人たちに現れて、夢の中で現れて、教会が伝道しないなら俺が導くって言って導いてる時代ですよ。俺たち目覚めなくちゃいけない。俺たちの信仰こそ信仰復興が必要ですよ。俺たちこそリバイバルが必要ですよね。もうトラブルからリバイバルだから、イースターっていうのはただの祭りじゃない、俺らのメッセージです。お前の心によみがえりの主がいるのか、そのよみがえらせた主が与えてくれている聖霊がお前の中にあるのか、お前は聖霊の力を受けてるのか、受けてんなら理屈なしに全社会に出ていくだろ。いつまで出ていかないんだ。教会はお前の引きこもる場所か、何を守りに入ってんだ。武道の世界で守りに入ったら勝ちはない、守りに入ったら引き分けかせいぜい判定負け、その2つしかない。最大の攻撃は攻撃だと、ジーゼスは全世界に出ていけと言った方が自らの神の権威を脱ぎ捨てて出てきたんです、出てきたんですよここに。そして自らが自分の言ってることをやってみせてやらせて身をもって十字架で表したんですよ。死んでよみがえってジーザスのあの墓にはジーザスはいないんです、ここにはいない。私はよみがえです、命です、私を信じる者は死んでもいきます、生きていて私を信じる者は決して決して決して死ぬことはない。あなたはそれを信じますかって言ってるんです。信じます、死んでも俺は神と共にいます、死が終わりじゃなくて始まりです。しかも今生きているここにジーザスは豊かな命を与えるために俺らの心の中に生きてください。病はある、悲しみはある、でも悲しみに勝る平安がある。何も思い煩わないでね、何事においても感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の神にその願い事を聞いていただきください。そうすれば人の考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスによって守ってくださいます。祈った祈り、癒しの祈りが答えられないってことはありますよ。でも思ったように答えられなくても神の平安、その病に潰される自分が潰されない平安、神が一緒にいてくれるという平安、よみがえった主が今この絶望の中にもいるという平安は神は与えるって言ってる。台風の目のようにどんなに周りが荒くっても神はあなたに平安を与える、圧倒的な勝利者にするって言ってる。俺たちはそれを信じるのか。信仰がなければ神を喜ばすことはできない。昔の先人たちは信仰を生き様で表してくれてバトンタッチしてくれて、俺らもこの信仰のバトンタッチを受けて信仰の創始者、完成者を見上げながら蘇ったイエスが自分の中にいる、そして自分の賜物を聖霊に示されてそれを世の光、地の塩となって用いていく。皆さん、イースターをただのお祭りだけに終わらせないでください。イースターはあなたのリバイバルのためにある。
あなたの信仰復興のためにある。いつの間にか自分の心を墓のような状態にしてしまって、話は聞いてても自分の偶像の思いに縛られていないか、クリスチャンけれども恐れていないか。恐れるな、おののくな、私はお前ともに。もう一度よみがえの主を心に留めましょう。彼女はイースターの意味を教えてください。聖書にね、私はよみがえです、命です、私を信じるものは死んでも生きます、生きていて私を信じても決して死ぬことがないと書いてある。そのよみがえっているイエスがあなたの心に扉を叩い、心を開いたらあなたの罪をイエスは十字架の上で許し、死んでよみがえって、たとえ死んでも永遠の命が与えられる。イエス様を心の中に迎え入れたいって言ったら迎え入れたいです。そこで彼女はイエス様、心の中に入ってください、あなたを信じます、アーメン。そしてそこで彼女は洗礼を受けて、受けたいって言って洗礼を受けた。俺がジーザスを信じた、その日に信じて洗礼を受けたように、彼女も海を見つめながら、ね、イースターの意味が分からず、友達たちに聞いても教えてもらえなかった。たまたまオンラインで英語をタダで学べるから英語のレッスンしてた時に、その教会がイースターの映像を出したけど説明がなかった。彼女はその場所から自分の元住んでた名古屋に帰るときに、もう一度日本海側が好きだから、そこを走らせて走ろうって車に乗って、乗りながらイースターの意味は何なのかって言ったら、ね、神様今日あなたを求めているように出会わせてくださいって祈って、出発した15分も経たないうちに、彼女は車で俺のことを通り過ぎて、十字架、あの人がイースターの意味を教えてくれると思って目の前にあるパーキング場に止まって、俺が来るのを海を見つめながら待ってたというわけです。ね、皆さん、神様のアポイントメント、本当に伝道したいと思うなら、救われたいという人を磁石のように導く。でもそういう心がなければ人はただ通り過ぎる、あなたも通り過ぎる。それぐらい俺らは鈍感になってるんですよ。よみがえの主が今あなたの中にいることを忘れずに、この方はあなたの心に平安を与え、あなたの罪を許し、死の恐れから解放し、永遠の命を与えます。今日もう一度原点に帰りましょう、ね、自らのリバイバルを求めましょう。初めての人は今日があなたにとってイエスを迎える日です。お祈りしましょう。頭を垂れてまぶたを閉じながら、すべて疲れているもの、重に負っているもの、私のところに来なさい。私がお前を休ませてあげる。ジーザス、ずっとあなたの心の扉を叩き続けています。あなたの心の過去を犯した罪は今こうして罪の罪責感、罪悪感全部知っています。その重荷をイエスは取り去るために十字架にかかってくれた。あの十字架はあなたの全ての罪、あなたが負わなくちゃいけない罪か、ジーザスが負ってくれて、死という判決の身代金となって自らが死んでくれた、蘇ってくれた。あなたを救うためです。そこまであなたを愛されて、あなたが一人ぼっちで悲しんでた時、一人ぼっちじゃなかったんです。イエス様がその横で泣いてるあなたと一緒に泣いてくれてた。しかし気づかなかっただけです。今日気づけます。ここにあなたは偶然にいるんじゃない、説によっているんです。ジーザス、私も頭じゃなくてこのよみがえったイエスを今日心の中にお迎えします。心の中に入ってきてくださいという思いのある方、手を挙げてみさけますか。心の中にイエス様入ってください。よみがえの主が私の心を満ち溢れさせてくださいます。アーメン、アーメン、アーメン。イエス様、私はクリスチャンだけどどっかで中途半端になってました。自らが復活が必要です。リバイバルが必要です。どうぞ聖霊によって、主の憐れみによって、私もリバイバルされますように、私も主の弟子として仕えていくことができるように、私の信仰を復興させてください、蘇らせてください。その方、手を挙げて見せてますか。エメン、エメン、エメン。主よ、ここに私がおります。私を使わせてください。伝道者になれたようになります。牧師になれたようになります。信徒牧会者になれたようになります。
お前は家庭の中でまず証人になりたいなります。ここに私がおります。私を使わせてください。条件なしに献身者として立ち上がりたいと思います。その方手を挙げて見せてあげますか。エメン、エメン、エメン、エメン。ジーザス、あなたを信じます。まだ洗礼受けてません。でも今日メッセージ聞いて躊躇していた洗礼の決心、イエス様があの十字架に堂々とかかってくださったように、私も堂々とクリスチャンであることを証しするために洗礼受けて成長するクリスチャンになりたいと思いますという方、手を挙げて見せてあげます。主よ、どうぞ聖霊によって私を満たして力を与えてください。今日あなたの聖霊ご自身を求めますという方、手を挙げてみせましょう。全員立ち上がってお祈りしましょう。頭を垂れてまぶたを閉じながら、心の中にジーザスを迎える祈りです。一言ずつお祈りします。初めての方は噛みしめながら、クリスチャンになる祈りです。確信のない方も一緒に祈りましょう。確信のある方は心にいるジーザスに感謝しながら一緒に祈りましょう。初めての方は噛みしめながら、心の中によみがえったジーザスを迎え入れる祈りです。イエス様、今日あなたに心を開きます。私は罪人です。十字架の上で罪のために死んでくださり、よみがえってくれたことをありがとうございます。今日あなたを心の中に歓迎します。受け入れます。信じます。この祈りに応えて、ジーザスやイエス・キリストがハートの中に入ってきてくれて、今この瞬間クリスチャンになれてありがとうございます。アーメン。どうぞ一人一人自由にお祈りください。あなたの思いをこのイースター、よみがえられたイエス、自分の信仰もよみがえらせてください。聖霊の力に満たしてください。自分の賜物に気づかせてください。恐れの霊から解き放ってください。あなたの喜びが私の心に満ち溢れますように、自らのリバイバルを求めます。どうぞ自由に祈ってください。神様、ここにいます。私を使わせてください。この短い生涯の中でよみがえりの主を証しするものとなっていくことができるように、初代先輩の命がけの伝道を通して、聖の働きを通して私が救われたというのは偶然ではない。私もそのリバイバルの灯火を掲げながら、日本のリバイバルのために主の奉仕者となっていきたいと思います。どうぞ聖霊に満たしてください。用いてください。神の栄光を表す器にしてください。主よ、自らのリバイバルを起こしてください。教会にリバイバルを起こしてください。日本にリバイバルを起こしてください。こういうことはかつて見たことがない神の栄光が現れる。あなたがリバイバルの皆さん、この終わりの日にあなたが起こしてください。私を通して起こしてください。祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、あなたを崇めます。あなたを賛美します。あなたを賛美の中に住みたもう主、よみがえであり命であり、そして私たちの中に生きて働いてくださる方、聖霊を与えてくださって感謝します。私たちにも永遠の命が与えられていることを感謝します。すべての罪が十字架の血潮によって洗い流され清められていることを感謝します。そしてあなたが私たちを使わせてくださることを感謝します。どうぞここにいる一人一人を力づけてください。解放してください。主の器として用いてください。伝道者、宣教師、主の器、将来の牧者、どうぞ信徒牧会者、数をこの場所から起こしてください。アセンブリーのリバイバルをもたらしてください。創価の教会のリバイバルをもたらしてください。マンネリズムから解放してください。壁をぶち破るクリスチャンになることができるように、栄光を表すクリスチャンになることができるように、どうぞリバイバルをもたらしてください。イエス様、あなたが栄光を表してください。そうしてくださることを期待します。信じます。今日のこのイースターを感謝します。私たちの心にあなたがいます。復活の主がいます。力があります。信じます。ジーザスの名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤー。